私たちはですね、オーダーメイドで、企業さんの、システムを作るっていうお手伝いをさせていただいてます。で、その中の一つのキーワードとしてクラウドっていうところに特化して、進めさせていただいてます。各企業さんの社内にですねサーバーって言われてるものを昔までは置いてたんですけど、それも自家発電と同じようなもんですよね。でそれがですねインターネットにさえつながればサーバーとかは一切自社で持つことなくですね、その、パフォーマンスというか、サーバーの、用途がですねインターネットにさえつながれば、簡単に手に入るっていう、時代がやってきましたので、今クラウドの中に、そのインターネットにさえつながれば、サーバーが使えるっていう状態をクラウドって呼んでるわけなんですけども、そのクラウドっていうものを、有効活用して、企業さんのシステムを、動かすとっていう仕事を弊社はしてます。サーフィンとか釣りとかが好きで、そういったことをしながらですね、仕事ができて、で、仕事ができるといいなっていうふうに、当時から思っておりまして、なのでさまざまなそういう、環境があるところにですねオフィス出せないかなみたいなことはインターネットでたまに調べたりもしてたんですけど、なかなか大阪で物件探すのとは違ってですね、なかなかそういうことに、踏み切れなかったというか、なんか一歩が踏み出せなかったんですよね。でその時に、徳島県から、DM が届いておりまして、ポストに、でそれを見るとそういうサテライトオフィスっていう取り組みがあるよっていうことだったので、講演を聞きに行かせていただいて、でその場でもうこれはここに行こうというふうに、決めたっていう経緯ですね。でその中にはですね、いつも元鈴木商店の社員でですね、小林っていう男がいるんですけど、でその彼が、鈴木商店の僕が IT 立ち上げの時からずっと手伝ってくれてたんですけどもね、ちょっと体調不良により会社を退職、メンタルの不調によって会社を退職することになっちゃったんですよね。で僕そのことを、立ち上げの時からずっと手伝ってくれてる、社員さんをですね、そういう風な形で退職させてしまったことにすごく後悔があって、こんなことやるために経営してるんじゃないのになとか思ってて、なん でその彼とはずっと一緒にサーフィン行ってたんで、その徳島のそのオフィスの、を仕切ってもらってですね、でまたもう一回一緒に仕事できる機会になったらいいなっていうのと、もう合わせてですね、でその彼に声かけたらぜひ行きたいっていうことだったんで、サテライトオフィスを開くことを決めたっていう経緯ですね。やっぱり全然コストがかからないんでね、オフィスを持ってることに、全く東京でオフィス出すとかと比べたらですね、もう全然安価に、できることなので、いろいろ試せるというか遊べるというか、そういう側面もあると思います。で今から仕事、週末のために平日仕事してっていう感じじゃ全くないですね。生活と、仕事が一体化してるっていう、そこはシームレスだっていうのはすごく感じますよね。で今ワーケーションうんぬんって言って、それも素敵な取り組みだと思うんですけど、ちょっと大げさじゃないですか、ホテル予約したりとか。でも徳島でやるってなると、もうそこにモニターも機材も全部揃ってるから、本当に身軽な状態でフラッと行って仕事ができるっていう魅力があるんですよね。なんか大げさじゃないです、いざ行くときに全く変わらないですね。そのネットワークに関してはやっぱり全然優れてますし、トラブルも全くないですし、
や本当に何にも困ってないです、三雲屋に関しては。仕事をやる上でどうかな、なんか、まあ、その実際に行って鳥のさえずり聞きながら仕事するっていうのもそうなんですけど、やっぱりそれって企業のカルチャーだと思うんですよね。そういうサテライトオフィスに、を出すとか、そういう鳥のさえずりを聞きながら仕事をするということを私たちは重要だと思ってますとか、でそのカルチャー自体がですね、会社全体にいい影響を与えてるっていうのは間違いないとは思いますけどもね。なのでそれのランドマーク的な分かりやすいものとして三雲屋みたいなことがあるっていう感じです。そこに行って開発合宿やったからクリエイティブなものができましたかって言われると、ちょっと、因果関係が分からないのはあれですけど、確実にチームビルディングとかですね、社風の醸成とかですね、そういう効果は抜群にあると思いますね。あ、それも全然違いますね。全然違います。やっぱり今エンジニア不足でですね、世の中、なかなか採用は難しい状態なんですけども、やっぱりこんなものを作ってます、こんな技術がありますっていうのも大切ですけども、やっぱり三雲屋っていうものを大切にしてる社風ですよっていうことをですね、外部に発信するとですね、やっぱり同じような すごく分かりやすい価値観として伝わるので、同じような価値観を持った方が、募集応募に応募してきてくださるっていうことは大いにあると思いますね。で、あとは名刺にもその三雲屋とかっていうのを入れてると、お客さんとかとも、名刺交換した時に、これ何なんですかっていう話に必ずなりますので、いや、築150年の古民家を改装してねっていう話をして、やっぱり盛り上がりますよね。でぜひ LINE 行かせてくださいみたいな話とか、はい、なんでなんか他者とのすごく分かりやすい差別化っていうことにはすごくなってると思いますね。給料がどうだとか休みがどうだとか、そういうことよりもですね、どういう何を目的として、事業をやっている会社なのか、どんなメンバーがいるのか、どういう価値観があるのかみたいなことがすごく、最近皆さん求められるようになってきてると思いますので、企業としてやっぱりそこはすごくしっかりと気づいていかなくちゃいけない部分だと思うので、まあ、そこにおいてはですね、非常に伝わりやすいコンテンツかなというふうには思います。なんて言ったらいいのかな、今回コロナが始まって、僕いろんな、うち今もフルリモートでやってるんですけども、いろんな経営者からですね、フルリモートでどうやって管理するのみたいな相談を受けるんですよね。で、もうその管理っていう発想自体が違うと思ってて、管理による統率から、価値観による共感へって僕は言ってるんです、社内にも言ってるんですけど、こういかにピラミッド型で歯車的に組み立てて会社を回していくかみたいな発想に立つと、どうしても管理っていう発想になると思うんですけど、やっぱりもう少し、甲子園を目指している高校球児のようにですね、そのバラバラであったとしても甲子園にどうしても出たいんだっていう思いをみんなで持ってこう物事を進めていく、なんかそのことがすごくこのリモートワークっていうところでは大切になってくると思うんですよね。でその文化っていうのがですね、この三雲屋をやってた時から鈴木商店には、まあ、三雲をやる前からなのか、三雲をやる前からそもそもそういう価値観があって、で三雲屋をやることによってそういう価値観がさらにパワーアップして醸成されてっていうのが根底にあったんで、このコロナにおけるリモートワークみたいなことは全く問題なくできてるんですよね、コミュニケーションも。なんで、まあ、スーパーフレックスとかですね、さまざまな、ワークライフバランスを、充実させるような価値観みたいなことが世の中バーって盛り上がってきてるじゃないですか。で、その価値観はすごく鈴木商店にとってチャンスだと思ってて、なんで、そういう価値観を僕らもともと持ってたんで、なのでですね、アフターコロナ、コロナが収束した後はですね、やっぱりそういう価値観をもう少し強く打ち出して、一緒に
同じ価値観を持ったメンバーと一緒に仕事したいっていう戦略があるのと、でその中でですね、このミクモヤっていう存在は、サテライトオフィスっていう存在はもう完全にランドマークになって、分かりやすい伝え方として伝えれると思うので、まあ強力な武器になるだろうなっていうふうには、このアフターコロナの世界においてはですね、想像してますけども、今考えてるのは、まずはそのランドマーク的にミクマヤを活用していくっていうこと で例えば、最近2年ぐらいできてないんですけど、地域の感謝祭ということでお祭りをやって、ミクマヤ主催でですね、地域の人、子どもたちも集まってくれて、みんなで50人100人ぐらいでバーって盛り上がることをやってたんですよね。なんでああいうことはもうか復活させたいし、でそれって例えば屋台で焼きそば僕ら焼いたりするんですけど、 IT の社員がですね、屋台で焼きそばを焼いて、田舎の海辺でですね、おもてなしをするなんていう経験はなかなかなくて、やっぱりすごく、そういうのは、上下もなくフラットな中でですね、やっていくので、すごくチームビルディングにもなるので、まあ そういうことはやっていきたいですよね。でまあそういうことをやってることが、コンテンツとなり、人が集まってくるっていう循環になると思うんですよね。なんか順番として、採用のためにコンテンツ、こんなコンテンツ作ったらみたいなのが、すごく今作られたコンテンツが世の中多い気がするんですけど、そうじゃなくてですね、やっぱりまずはこうミクマヤを通して、生き生きと社員が働くと、それがにじみ出て外に伝わって、そこで働きたいっていう人が集まるとかっていうような循環が、順番、そういう順番だと僕は思ってるので、なんでどっちかというと、ミクモヤを有効活用してですね、社員みんなで楽しみたいとっていうことをやると、結果として何かいろんなものがついてくるんじゃないかなというふうに考えてます。なんでやっぱりずっとこう都会にいて、すごく作られたものの中で生活しているのと、ああいう自然と思いっきり向き合って、そこでクリエイティブなことをやっていくっていう、なんかそこはすごく価値があることだと思いますね。